フラガリアメモリーズナイトリンク、ミュンナです。コギミョン様に仕えてます。クロードだ。黒身の騎士見習いやってるクロードさんと二人っきりだと初めて会った時のことを思い出しますね。ああ、最初はこんな危なっかしい騎士いるのかって思ってたけど、勇気振り絞って立ち向かってるのを見て、ちゃんと騎士してんだな、かっこいいって思ったよって、お話がそれちゃいました。お手紙が届いてるので、クロードさん答えてください。お、日和さんから。私は人に説明することが苦手です。クロードさんは人に何か説明するときに気をつけていることはありますか？伝えるって案外難しいよな。ウィルメッシュもそう言ってた気がする。うん、だからこそ丁寧に考えるんだって言ってましたね。一度どんなことを話したいのか整理するのはどうだ。日記の横にメモするとか。そうすると自分が一番強く思ってるものとか大事なことが何なのか見えてくるんじゃないか。クロードさんの日記読んでみたいな。あ、それじゃあ次はゆえさんからです。なかなか筋トレが続きません。どうしたら続けられるでしょうか。トレーニングが好きなクロードくんにアドバイスしてもらいたいです。もう癖みたいなもんになってきてるけど、鍛えてるのはあいつに負けたくなくて。いや、そうだな、具体的にイメージするってことだと思う。自分がなりたい姿、超えたいやつ、そこにたどり着いた未来を想像して、諦めず今やるべきことをやる。クロードさんはいつも努力されてますもんね。ミュンナは知ってますよ。だからきっと超えられます。ミュンナだってそうだろ、いつも頑張ってんじゃん。クロードさんの方が頑張ってますよ。いや、ミュンナの方がいつも。クロードさんです。では、もう時間になっちゃいました次は他のフラガリアが来るらしいな。楽しみですね。それでは皆さん、また来週。おやすみ。